はい、ハンターカブにフロントキャリアをつけようと思います。フロントキャリアというのはこういうやつですね。ここにこうつけると、はい、3kg ぐらいのものまでだったら前に詰めるようになります。はい、あの前かごとかつけようとするとね、えー、各ブにこういうのが必要になるんですけど、つけ方、今、センスタです。で、もう先に、このですね、あの、 これ本当にいいのかなって思うんですけど説明書に書いてあるでやるけど、このフロントフォークを止めてるボルトを4本取っ,取っちゃうらしいんですよ。これね。本当にこれいいのかな取っちゃって。取るけど。前ね、取ってみたんですよ。なぜかハンターカーブって不思議なことに、このフロントフォークを止めてるボルトを全部取っても、 このインナーチューブがねずれないの不思議、うん、まあセンスタがあるからねそんな脱落を気にしなくても大丈夫ですそこれでねあのフロントフォークずれるかなと思ったこれずれないのね 多分ずれないっていうのは固定されてるわけじゃなくてあの摩擦の問題なんでフンってやればずれます多分だからそーっと作業しちゃいます1個残して順番にやるみたいな感じの方が多分いいと思うんですけど最初にボルト4本外すっていうのはあの木島さんのこの説明書に書いてあるので、えー、そのようにしてますはい、はい、説明書に書いてますねはい でキャリアの下側を穴に差し込む、えー、キャリアを上の,の穴を開きながら差し込む、ね、こういうことですね下の方穴を,を入れるとで上側はこう開き開きながらと入れますはい入った入ったでこの状態でこの付属の新たなボルトですねこれを入れます はい、これも入れます入れますえっ、ー、と必ず定期的なボルトナットの締め付け確認またはネジロック剤の塗布を行ってくださいとあるのでネジロックネジロックつけとくかしますはい で閉めますでこのちなみにこのボルトはフロントフォークを固定する上で結構大事なボルトですので締め忘れたりあのそもそも入れてないとかちゃんと締まってないとかっていうのは割と危険です。 あの失敗すると危険な方に分類されますので、えー、注意が必要ですニュートンメーターの締め付けトルクで締め付けます数字を29ニュートンきっちり入れました割とと29ニュートンは強めです うん、こんな感じですね。きっちり二十九ニュートントルコ。えー、スピンナーハンドルに交換して入れてやりました。はい。これで大丈夫です。これで付いたぞ。これで前かご付けようが、カバン付けようが、やり放題だぜ。